ということで始まりました、アムテチャンネル。さあ、今回はですね、はい、武田塾イングリッシュ渋谷校の校社長、はい、清田さんにおいでいただきました。はい、清田です。お願いします。はい、はい、今回はトイック午後受けたということで、はい、第287回、はい、トイック選んだある公開テストの感想をお願いします。はい、感想、はい、はい、ではまずパート1からお願いします。はい、全体的には意外と標準的で、はい、解きやすい回だったかなと思います。前の回とかだと、うん、なんかもうリスニング難しすぎるとか回もあったと思うんですけど、うん、そういうのはなくて比較的解きやすかったかなって感じですね。はい、で自分が受けたフォームが新聞を読んでる女性が1枚目の写真だったんですけど、はいはいはい、そうですね、フォームって複数ありますから同じとは限りませんので、はい、そうですね、はい、でパート1出てるのも、まあ、比較的定番の表現とか、うん、パート1特有のが多かったんで、まあ、普通かなと、はい、でパート2も最初が結構ストレート問題が簡単めで、うんうん、ナレーターもあのイギリスのちょっと新しい方も出てなくて意外と聞きやすかったんですよ、うん、はい、あ、だから簡単かなと思ったら若干中盤に ABC C まで聞いてあれ答えないってなって A 選んじゃったやつとかがちょっと 2,3 問あったんで、それちょっとハッてなった人がいるかなと思うんですね。はい、それ以外はそこまでって感じでした。でパート3、4もそこまで難しすぎるとか早すぎて聞き取れないとかはなかったんで、じゃあ両方とも普通かなと思います。うん、で次リーディングなんですけど、はい、リーディングはこれも全体的には標準的かなと思うんですけど、うん、パート5でちょっとこう引っ掛けというか、うん、あの特に文構造で簡単に選んじゃった人は間違えるような問題がありました。はい、あこれよく作ってるなと問題があったんで、おうおう、そこを取れてるかがこの特に高得点偏差は結構難しいところかなって感じ。なるほど。はい、でパート6はまあ普通に読みやすかったし、まあ、でも自分がちょっと見直し時間余って見直したんですけど、うん、その時にちょっと文章に1個違うの選んでたんで、はいはい、そこもしかしたら自分と同じように違うのを選んじゃってる人もいるかなっていう感じですね。はい、でパート7は、まあ、シングルマルチあると思うんですけど、うん、マルチは結構普通で、はいはい、特にクロス問題とかも定番の問題が多かった。照らし合わせですね。はい、そうです。はい、でシングルが若干1セット目がちょっとおってのがあって、はい、ほうほうほう、なんだかな、なんかメールか何かだったんですけど、はい、この文章はどこに出てきますか、はいはい、ああ、はい、ありますね、はい、お店の窓とか、うんうん、はい、でそれがちょっとこうちゃんとその状況分かってないと選べないような。なるほど、はい、最近のトイック1問目からボンとね難しいの出たりしますからね。うん、わお救急車が来てるけどもうすぐ SD カードがなくなっちゃうから止めたくない、はい、はいはい、でパート7の続きとしては、まあ、その1セット目以外にもこう場面がイメージしづらいのがあると思うんで、はいはい、まあ、通常 その読解力もつけつつもこの会話って誰と誰が行ってるのかなとか、文字だけでこう考えるんじゃなくて場面を一回把握した上で細かいところ読んでいくみたいな風にしていくと、うん、勘違いせずにこうサクサク内容も掴んでいけるかなと思います。なるほど、はい、分かりました。じゃ あ、まあそうですね、そんな武田塾イングリッシュ参考書って勉強するんですけど、はい、まあ、ルートのやつは動画出てますんで、うん、概要欄から、はい、ぜひ見てください。でそのルートの PDF くださいよみたいなのいっぱい来たんですけど、うん、あの武田塾イングリッシュのその校舎にお問い合わせ、無料カウンセリングですね、はい、無料カウンセリングしていただければ、はい、それもらえますので、はいはい、オンラインでもやっておりますので、はい、まあ、武田塾イングリッシュ渋谷校か、まあまあいろいろ新宿でも大丈夫ですし、別に池袋でも大丈夫なんですけども、はい、はい、お問い合わせ、そして無料カウンセリングをお申し込みいただければと思います。そうですね、ルート、まあの説明もできるし、はい、実際に今やってる勉強 の悩んでるところとかの相談も一緒にできますので、はい、まあ、そういったつもりだけでも来てもらえたらと思います。はい、はい、ぜひじゃあ今回は清田さんにおいでいただきましょう。ありがとうございました。はい、悩んでるタルチン何ですか何ですか